バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第637回目バスケトークラジオ始めます。本日お送りするのは隊長とモン吉です。1月12日は金曜日8時39分、午前ね8時39分というところでございます。はい、おはようございます。おはようございます。さてモン吉くん、今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今回はおととい1月10日の夜に行われました、天皇杯のクォーターファイナルですね、男子。はい、まあ、私の方が直接、まあ、取材に行ってきましたので、うん、横浜ビーコルセアーズ対宇都宮ブレックスの試合についてのお話をさせていただきますね。はい、まあ、取材ということで記者席で行ってきたんですけど、はい、ただ今回はペン記者1名しか入れない形だったので、あのペン記者と私の方が今回ちょっとカメラとしてですね、はい、つっても携帯のカメラ使ってですけど、カメラの方の立場として今回入ってきて、だからコートエンドスレスレのところにしゃがみ込んでというか座り込んで写真を撮りながらの観戦というスタンスで今回初めて、はい、やらせてもらってきました。あのビブスとかこう着てね。ほう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 。はい。隣にはもうなんかすげえでっけえカメラ構えた。わかるわかる。あの新聞のカメラマンの人がずっとカシャ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 やってる中に混ざってですね。はい。はい。わかるわ。行きましたけどもね。うんうんうん、なかなかこう今回やってみて思ったんですけど、常にカメラ構えてるとですね、そっちメインになっちゃって試合の展開がなんか半分どっちつかずになりそうで。うん。あ、いかんいかんと思って、まあ、重要な場面で写真撮れればいいから、ちゃんとその辺は気をつけながら撮らないとなと思って、そうなんですよね。なんかいい写真撮ろうと思ってずっとこう携帯カメラ構えて追ってるとですね、なんか誰がどこで何してるかとかもう全然分かんなくなっちゃうんですよね。分かるわ。やってみると分かったんですけど、はい、まあ試合の方はすごくまたいい感じの試合だったもんですから見てて、そうなん、まあなんといっても比江島対河村というふうに、事前から騒がれてましたけど ね、まあ、別にマッチアップするわけじゃないんですけど、はい、で実際このチーム12月の何日だったかに、ね、B リーグのレギュラーシーズンでも対戦してるんですけど、まあそこからのって感じですね。で、その時は宇都宮が勝ってるのかな。はい。ただ、ここはここでまた違う一発勝負っていう場の、また、違う大会形式の中での話なので、またちょっとこうスイッチを入れ直して、こう試合に臨むっていうところは、あのどちらのチームも、こんな感じのところだったようなんですけどもね。はい。はい、で結果の方はもう出ちゃってるんで当然、まあ、言いますけれども、65対81で、宇都宮ブレックスが勝ってます、はい、1ピリが17対23で宇都宮リード、で2ピリも17対23で宇都宮リードということなので、前半が終わって34対46、12点差、で3ピリ始まって実はビーコルちょっとスイッチ入って1回、4点差まで縮めるんですけども、3ピリで、ただし3ピリ終わそうだ、いきなり08のランかなんか決めたんだったっけな、で一気にそう4点差ぐらいまで来るんですよ、なんですけどその後またブレックスが離して3ピリいざ終わってみると10対16っていうことで、宇都宮がまたさらに離して3ピリ終わって、まあ、4ピリこそ21対19で2点返したものの、宇都宮がそのまま逆転で勝ちましたというところなんです。でスコア的には、河村選手は19ポイント、ただし3ポイントは5分の0。おお、そうだったか。宇都宮は河村選手の3ポイントを0に抑えました。まあ横浜で一番点取ってるのは、まあ、外国籍のユトク選手で20ポイント、ですね。で宇都宮の方は、比江島選手27点、3ポイント10分の7、なんと 70% すごいな、来てましたよ、であと遠藤選手が9点、それから DJ ニュービル選手が23点、3ポイント10分の4、だからブレックスの方は、まあ、エースが点をダブルエースが、はい、3ポイントも、まあ、70% と 40%、
2人して27点と23点ということで、すごいね、これ。開きまして、うん、っていうところでしたね。まあ、4点差になるような3ピリでね、うんうん、結構競った場面っていうのがかなりあった中で、うん、まあ、ファンの人からすると見たい選手がブレックスに関しては点を取ってくれて、うん、まあ、見てて気持ちのいい試合だったんじゃないかなと。逆に、まあ、横浜の方は河村選手がね、まあ、19点取ってるんですけど、うん、これは3を抑えられた上でのカットインからのファールをもらってフリースローで点稼ぐっていうスタンスに途中で河村選手が切り替えた上でのこの得点っていうことなので、うん、まあ、もちろんそれも河村選手の良さだとは、持ち味だとは思うんですけどね、うん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 、で実際フリースローも13分の13、うん、100% 決めてきてると、うんうん、まあ、こういう部分も見れた面白さもあったんですけれども、うんうん、うんうん、まあ、っていうことで、まあ、宇都宮ブレックスが、セミファイナルへ、駒を進めて、今度千葉ジェッツとセミファイナルで対戦するというような形となりました、うん、なるほど。で、まあ、実際に私の方は、うん、まあ、記者会見場の方にも行って、うん、ブレックスのサッサヘッドコーチと、あと比江島選手、うん、それから横浜ビーコルセアーズは青木ヘッドコーチと河村選手のインタビューを、うん、まあ、記者会見場でですけどね、うんうんうん、受けたので、うん、囲みは今回はなく、なし、うん、そうですね、うんうん、で横浜武道館という場所で行われたんですけれども、うん、横浜武道館というのはね、もうちょっと聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないですけど、これは元横浜文化体育館、文体ですね。まあ、要は隊長と以前、全中オールスターを、ね、見に行ったことがありましたけれども、古いといったら言い方ありやけど、歴史のある感じの体育館ですよね。だからそれ今建て直して横浜武道館になってるんですけど、実はそこはまだ完成しきれてなくて、そうなの、うん、はい、今年の3月だか4月に完成するんですけど、ほほほほ、で合わせて実はちょっとその隣というか奥に別館っていうのが作られていて、うん、別館つってもそれなりの広さなんですけどね。うん、そっちの方を、2年ぐらい前から使われてるんですよ。うん、でそこが現在横浜エクセレンス B3 のね、ホームにされていて、うん、で今回もその別館の方で試合が行われました。なるほど。はい。まあなんか新しいアリーナあるあるなんですけど、なんかこう携帯の電波がなかなかこう、入らない。だから実はそこで写真撮ったりしては隊長たちに送ったりしてたんですけど、うん、あれ実はもっと早く写真撮れてたんですけど、うん、ぐる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 しちゃって、こうなかなか写真が送れなくてですね。そういうことな。そういう状態になってたりとかして、ちょっとあれ何なんだろうなと思って、うん、新しいところこそ電波とかすごくなんかこう良好にね、なんか、うんうん、通ってくれるものかなっていう印象があるんですけど、全然そんなんじゃなくて、うん、周囲にいたカメラマンの人たちもなんか全然なんかこうすごい電波悪いよなとかみんな言ってましたけど、栃木にある日刊アリーナ栃木ってところもね、なんかすごく新しいアリーナなんですけど、同じく電波が悪くて、うん、何なんだろうなという、まあ電波のあるもん、なんて言うんですかね、アンテナじゃないですけど、なんだろうね、なんかあれが基地局みたいなね、うん、ないからなのかもしれないですけどね、これから立つんだろうね、まあ、見に行かれる方は注意してくださいというところがあるんですけど、はい、うん、なので、まあ、話はそれちゃいましたけど、うん、その記者会見の時の内容をですね、うん、ここで私自身が、うん、インタビューとか質問した内容も含めてお話をできたらなと思ってます、うんうん、で今回記者会見っていつもはちゃんとその記者会見用の部屋みたいなのが、うん、まあ大きいアリーナとかだとあって、うんうん、結構そこにこう結構100人とかブワーって日本代表とかだったりするとこう入り込んで、うん、結構かなり後ろの方からこう手を挙げて質問しなくちゃいけないとか、うん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 、まあそういう場面が結構あったりはするんですよね、うん、ちょっとこう広いゆえのまた緊張感もあったりして、うん、だけど今回は実はそんなに大きいアリーナというほどではない場所なので、何て言うんだろうな、小会議室みたいな、本当に10人入るといっぱいになっちゃうような小会議室みたいなのがこういっぱいあるんですよね、その通路の
方に、うんうんうん、そこの2つの部屋を無理やりくっつけたぐらいの割と狭いところなんで、うんうん、すごいなんか距離が近いと思ってしかもカメラが私の後ろにいてしゃがんでくれっていうか、しゃがみながらはいとか言って手挙げて質問するみたいな、なんかそんなシチュエーションの中で、うんうんうん、行われてちょっとやってて面白かったんですけどね。うん、はい、まあ、そんなところ で、うん、で最初にサッサヘッドコーチ、その後比江島選手、うん、でその後、ビーコル直樹ヘッドコーチ、そして最後に川村選手っていう順番に、記者会見場に姿を現して、うん、はい、まあ、まあ5分から10分ぐらいの時間の中で、うんうん、質疑応答っていうような、最初、うん、一人一人が先に自分で総括を最初にこう話して、うん、ではここから質問に入りますということで、うん、質問していくという形式でした。でまず、勝った、宇都宮ブレックスのサッサヘッドコーチ、うん、失礼しました、うん、まあ、総括としては、まあ、レギュラーシーズンとは違う大会形式なので、うん、選手たちには気持ちの整理をしっかりこうさせて、うん、で本当に優勝を狙いに行くっていうところをですね、うん、まあ、確認しながら入った試合だったと、うん、でゲームの流れとしては、うん、まあ、川村っていうね、日本を代表するポイントガードをどうやって抑えるっていうのが、まあ、全般的にあったと思うんですけれども、うん、まあ、やられたシーンもあれば、うん、うまく守れるシーンもあったかなと思うと、うんうんうん、で全体的に実はスコア的にもその60点台に抑えることができてよかったっていうことと、あと比江島選手が実はすごい試合前から比江島スイッチが入ってたのをみんな気づいてたんですけどと、うん、だから本人も、うん、ブレックスで天皇杯勝ちたいっていうのがすごくあったようなので、うん、まあ、毎日やってほしいなっていうのがありますけどと、うんうんうん、まあ、そこは笑いながらですけど、ね、うん、で、まあ、でも実際本当そうだったんですよね、うん、まあ、比江島選手さっきここで紹介したように27点で3ポイント10分の7すごいよね。もう本当アップの時からもう今日はちょっとあいつだなっていう感じだったらしいんですけど、サッサヘッドコーチから見てても、うん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 、で実際試合の方は始まってね、その最初遠藤選手が出だしで3ポイント連続で決めて、うん、もう元々外角の感じがもうチームとしてもすごくいい感じでスタートしてたんですけど、うん、まあ、その最初出だしで3ポイント連続で決めたのもでかかったし、うん、あと相手がちょっと下がってるディフェンスだったので、うん、そういう中でプルアップとかちゃんとシュート入ったのが良かったと、うん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 、ただこの試合実はインサイド少なかったんで、うん、そのインサイドの得点が少なかったのが試合中ずっと気にはしていたと、うんうん、まだまだ自分たちの、まあ、ブレックス の、 そのオフェンスのレート自体が高くはないので、うん、やっぱ修正できるかなとは思ってると今後は、うんうんうん、ただとにかくこういうところで勝ったっていうのが大事だと思うので、うん、選手たちの頑張りは素晴らしいと思いますという話をしてました、うんうん、でそのインサイドの少なさについてなんですけど、うん、まあその、まあ、Bコルまあ、B コルセアスというのは日頃はそのペイントを固めるディフェンスをしてるらしいんですよね。だから、まあ、中に入ると収縮するっていうのが、うん、だからやっぱりそういう中で外が入ったのは良かったんだけれども、うん、ただ本当にピックアンドロールじゃなくてもっとバランスよくインサイドゲームをやりたいって思ってて、うん、で去年はすごくインサイドゲームが多かったらしいんですよ、うんうんうん、ブレックスは、うん、まあ、スコット選手とかがいたっていうのもあるんですけど、うんうん、去年はリーグで2番目にポストプレーが多いチームだったらしいんですよ、ね、おー、そうなんだ、うん、はい、だからあまりしないようにあまりそればっかりやらないようにってのは言ってたんだけども、うん、逆に今回は外ばっかりで極端すぎて逆にバランス考えないといけないなっていうのは感じてたらしいんですけどね。あとは試合中なんかシュート入ってるって言っても3連続でフローターとか、うん、なんかミドルっぽいのとかをちょっと外したところがあったんだけれども、うん、まあ、あそこで実はそこで無理して打たずにさらにキックアウトすると、うん、もっとスリーポイント狙えたのになって場面もあったりとか、なるほど、外は入ってたんだけどもまだまだもっと修正の余地はあるかなと思っているっていうことを話をしてました、うんうん、でここからまあ質問とか次応答なんですけど、うん、まずはその比江島スイッチがなんか入ってるってことをそのさっき冒頭でおっしゃってましたけど、うん、なんかどの辺でどんな風に分かるんですかっていう質問が出てて、うんうん、
そしたら、いや、だってモード入ってますもん、あいつと。うん、もう今日はもう自分だなっていうのがあるんですよ、彼の場合は、本当にと、で。まさに今日はそのモードだったんですと。普段と何が違うんですかっていうことに関して、いや、だって表情も何もかも全然違いますよと。だって実際、あの試合、皆さんも見ててはご覧になってて分かったと思いますけど、実際ああやってかなり積極的に打ちに行ってるじゃないですかと。それでも実は後半の最初にちょっと連発って外しちゃったところがあって、2回ぐらいプレーの中でシュート打つの躊躇してる場面があったので、そこは躊躇するなって話を試合の途中でしたりはしたんですけど、でもそこら辺のところも安定してやっていけば、素晴らしいパフォーマンスができるはずだと思っていて、で最近特にシュートタッチがいいっていうのはあると思います、実際。っていうふうに言ってましたね。シーズン序盤は、世界選手権終わってから、ブレックスに戻ってきたあたりのところで、タッチが結構落ちてたらしいんですよね。ただその後なんかしばらくしてからちょっとバイウィークのところがあって、それが終わったぐらいから本人のタッチが最近いいので、それが大きいかなという話をしてました。いや、これに対しては、後ほど比江島選手との、記者会見の時に、笹コーチがそんな話されてましたけど、なんて質問も振られるんで、おお、すごいね。これに対してどう、答えたかってところはお話ししますけど、そうですね。まず一つ、その質問とかに関しては、そんな話がありました。なるほど。次が私からの質問なんですけど、これ先に言うとですね、その河村選手に対して、宇都宮は、誰をマークに当てるかっていうと、去年は遠藤選手だったような気がするんですけど、今年ね、高島選手をぶつけてるんですよ、190センチの。彼は大東文化出身の、ある意味完全なディフェンスマンなんで、だから河村選手に、もう本当、遠藤からいきなりくっつけに行ってるんですよ。でかい190で手の長い選手が。だから遠藤から誰か別の選手か河村選手にパス入れようとするところを、場合によってはちょっと抱きつくに近いぐらいの感じにビターッとついて、河村選手にまずボールを持たせないようにしながらも、河村選手のことだからうまくボールはもらいに行くんですけど、そこを上からもう手広げながら、もう思いっきり手広げながら、こう、ぴったりくっついてってっていう感じで。当然そこをまたこうスクリーン使ってスイッチさせて、河村選手じゃないとこ、高島選手じゃない選手がマークにつかざるを得なくなったところも、また一気にそこでアタックしていくみたいなことを、当然河村選手もうまいのでやってくるんですけど、それでもやっぱり高島選手がついてるっていうのは正直言って嫌なはず。だから前はね、河村選手はスピードにはスピードでっていうイメージがあったかもしれないですけど、こういうやり方があるのかっていうのはね、なるほど、今シーズン見てて本当面白い、ちょっとそれが今定番になってます。話しとれちゃうんですけど、以前は例えば富樫選手を、すごい上手い突き方を遠藤選手が、来たことがあって、それバスラジでも紹介してくれたね。そうですね、彼が右利きなんで、右側の方にわざとついてこう、右でシュートを打ちにくいようについていくっていう特殊なやり方をやってたら、他のチームも真似し始めたなんていう現象が起こりましたけれども、もしかしたらまた他のチームもそういうことをやり出すかもしれないですね。で、私がそうしたら、その高島選手について、控えながらも確か試合開始もう3分ぐらい出てきて、もうここのところ河村封じを高島選手がやるという役割が定番化していると思うんですけれども、しかも今日かなり止めてたと思うんですけれども、サッサヘッドコーチとして、その高島選手の貢献度についてはどのようにお考えですかっていう話を私の方から質問させてもらったんですけど、そしたら実は河村選手だけじゃなくて、千葉が相手だったら、富樫選手を守るし、サイネオフェニックスと対戦するときは佐々木隆成選手を守るっていうような役割を今実は与えてるんだと。で、彼の今の役割っていうのはすごくチームにとって大事で、実際エナジー注いでくれるし、さらにスリーポイントも安定してきて、決め切って、実際この試合も決め切ってるんですけど、決め切ってるのはでかいですし、今うちが結構勝ちを伸ばせているのは、スタートだけじゃなく、そういうベンチメンバーの深みっていうところがやっぱ大きくて、村岸選手なんかもそうなんですけどと。だから高島選手は本当エナジー与えてくれるので、素晴らしい活躍をしてくれてると。で、あとはそれに付随して、
川崎と以前試合した時には、イカルガ選手がインフル でそこでイカルガ選手をスタートを外さざるを得なくなったので、遠藤選手をスタートにしたら遠藤選手が良くなってきているし、遠藤選手をスタートで使うっていうのが良くなってきているし、実際今回の試合でも遠藤選手が出だしで3ポイント連発で決めて流れを作ってくれたっていうのもあるし、でギャビン・エドワーズが怪我したからの竹内康介選手がスタメン、でここで竹内選手がすごく良くて、で疲れてきたから今度村岸選手も使っていかなきゃななんていう感じが、まあ、実際には狙い通りにやれてないのが僕らしいですねと、狙い通りにやれてないんだけど結果めっちゃうまくいってるっていうところが僕らしいですねみたいなね。でもこんな風に選手たちが準備してくれていて、で今日なんかもってる、まあ、この当日ですけどね、渡辺博則選手がまたその前節だか前々節かなんか体調不良で欠席してて、でも今日の雰囲気見てたらなんか決めそうだなって雰囲気があって、で実際サンピリで急に出てきたんですけど、出てきていきなり綺麗なシュート1本決めたんですよ、でもその1本決めてくれたのはすごくでかかったっていう、まあ、そんな話にまでこう発展してたんですけど、まあ、あれが入ってないとあの10点以内にまたぐっと縮められそうで、危ない場面っていうところで決めてくれたので、だからベンチメンバーがこうやって自分たちの役割を全うしてくれたっていうのはすごく大きいですねというような、まあ、チームの好調さをね伺えるような、まあ、答えをいただきましたけれども、あとはまあディフェンスのところで、極端にこうヘルプに行かないでも全体的に守りきれたっていう手応えがあるって話を、別の記者さんの質問に対してちょっと失礼したあの話の時があって、でもうやらないからこんなこと言っていいのかわからないけれども、まあ川村選手ねフリースローはちょっと打たれすぎてるなっていうところを感じていて、まあ彼のそれは良さでもあるんだけれども、河村選手は右ドライブがすごく得意なので、そこをやられてるっていうのはあるんだけれども、まあいろんな自分たち その試合の映像を見るときに、口酸っぱく佐々木ヘッドコーチが言っているのは、俺たちはずっと1対1でやってないからと、1対5でやってるからと、1は相手ですね、5はブレックスって意味ですけど、ちょっと細かいところはいろいろあるんだけれども、河村選手じゃない4人の連動性、河村選手以外の人にそのついてる4人の他のディフェンスの連動性っていうのを意識していると、ついている選手の素晴らしさもあるんだけれども、1対1を頑張って抑えてるディフェンスのその素晴らしさもあるんだけれども、チームとして集中して連動していると、だから逆に相手にやられてるときはどっちかっていうとそっちの連動ができてないときがあるんで、でやっぱり河村選手になるとそもそも1対1で守るっていうのがなかなか難しいと思うので、やっぱチームで守るっていうのが大事だと思っているところで、まあできている部分、大半はできてたかなっていう、ダブルXの伝統のディフェンスっていうのはっていうことをお話をしてました。まあそこぐらいのですかね、ヘッドコーチの方は。でその後比江島選手、まあ、総括としては、まあ、入りから、まあ、僕らでやりたいバスケができたと、で途中追いつかる場面も追いつかれる場面もあったんですけど、まあ、冷静に対処して、今までやってきたことを出せた、まあそういう試合展開だったと思うので、しっかり勝ち切れてよかった試合だと思いますと、行った後あちーとか言いながらスウェット急に脱ぎ出して、そして足は素足だったという、サンダルも履いてないで素足で、サンダル履いてないの。まあ綺麗なねアリーナだったんでね、まあ試合終わった後、まあ多分1つか2つぐらい隣の部屋のところにロッカールームがあって、あーとか言って疲れたーつって、靴脱いで、リラックスしたとこに、おい、平島、次お前、北川行けとか言われて、おーいとか言ってきた、そんなノリだったと思うんですけどね。なるほど。はい。で、まあ、まあ、そのさっきのね、その、今日は行くぞみたいな思いが溢れてるような感じだったっていうふうに、こう、早速ヘッドコーチが先ほどここの記者会見でおっしゃってましたけど、どうなんですかっ
っていう質問が早速比江島選手にあったんですけど、まあこの一発勝負の怖さっていうのは自分でも理解しているつもりだし、前回っていうかその前の試合ですね、クォーターファイナルだから今回がその前の試合っていうのが、まあ以前名古屋とやったんですけどね、まあその名古屋戦の時と同じモチベーションで、緊張感持って臨んだっていうのはあるんですけど、まあこのチームは今年は絶対どのタイトルも取れる戦力が揃っていると思うので、なんとしても勝ちたいと、ブレックスの歴史でも天皇杯取れたことないのでと、だからいつもよりアグレッシブに行こうっていうのは心がけてたんですけれどもと、でさらにその佐々江とコーチがその今回の天皇杯っていうよりは今シーズンですね、の序盤よりも現状すごくシュートタッチがいいって話もされてたんですけど、どうなんですかっていう質問に対しては、比江島選手明らかに今いいですねと自分でもそう言ってました。で今日はシーズンの中で もうウォーミングアップの時からもうほぼほぼ入ってるって感覚だったんで、もう打てば入るんじゃないかって感覚だったと、そういうふうに思ってたんで、でも前回横浜と12月に試合やった時には全然シュートがその時入ってなかったらしいんですよね。だからまあ相手がフラットしてくるかなってイメージもしていたし、ピックアンドロールのディフェンスに対して、思い切り打とうと考えてたんだけれども、でしかも最近僕はちょっと調子いいっていうことも含めて警戒されてるかなっていうところも感じつつも、しっかりシュート打ち切れて、で調子が上がってる分ドライブも有効的にこう結構バランスよく使えていけたし、駆け引きがね、っていうことは言ってたんですね。あとはまあスタメン以外の選手もね、力が落ちないっていうのが今年の強みっていうこともあって、まあプレイタイムもシェアしてフレッシュにやれてるっていうのも、あとはもう一つ自分の中で大きいかなと思ってるっていう話をしてましたね。でそのタッチがいい要因とかどうなんですかってさらに皆さん突っ込んでましたけど、いやーなーとか言いながら、あんまそれが分かればね苦労しないですけどねなんつって、まあただまああえて言うならばちょっと体の状態やっぱいいかなっていう、あとやっぱ打てば誰かしらがリバウンドを取ってくれたりするっていうそういう安心感もあるかなと、あとは他の記者の方が足大丈夫ですかなんて質問してましたけど、まあなんか足を結構釣りかけてたらしくて、いつもよりもやっぱアタックモードにいたんで、だから早く足をねこうなんかリラックスしたくて靴下とかも全部脱いで緩めたかったのかなっていう、そっからの素足なのかなと勝手に思ってましたけど、そうですね、まあとにかく自信を持って臨めてるシーズンで、思い切ってやれてますと、なるほどいうお話でした。すごい運動量だったんだろうね、足釣りかけて。そうですね、26分しか出てないもん、しか言ってないですね、見てて、ボール持ちすぎなんじゃんっていうぐらい、比江島選手がずっとあのピックアンドロールとそのディフェンスに対して自分で右行って次左行って、それでもずっと自分がまだ保持してて最後アタック行っていくっていう、ハーフコートの14秒中どうなんだろうな、もう8秒ぐらいは本人を持ったんじゃないかぐらい、極端な話ですけど感じるぐらい自分でそうやってアタックし続けてるシーンとかもあったので、まあそういうところはやっぱりねあったんだろうなと思います。で今度は、B コルセアーズの青木ヘッドコーチですかね、このもうちょっと面白いこと言ってたんですけど、あの12月に対戦してからの今日ってことで、で実は今日、今まで温めてきたいろんな戦術を一気に使ってなんとかこの一発勝負をものにしようとして挑んだと、今までだから隠し玉とかも全部ちょっとこの試合に今日使っちゃったっていうことですね、隠し玉っていうかその作戦をね、まあ、それに対して選手たちも非常にいいリアクションしてくれて、だそういったことによって試合を変えることはできたと思ってはいるんだけれども、ただそういった中でやっぱシュートをしっかりと決めきってきた宇都宮さんが一枚上手でしたと、特にスリーポイントのパーセンテージ、
決めるべきところをしっかり決めてきた宇都宮が素晴らしいと、うんまあ、比江島選手とニュービル選手は特に、うんうん、あと序盤にいきなり遠藤選手が連発でっていうところでしたけどね、うん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 、だからそういった意味で天皇杯に対するその、まあ、思いの強さっていうのも感じた試合でしたと、まあ、その中で、まあ、私たちとしてはと、うん、ビーコルセアさんとしては、うん、あのニュービル選手や比江島選手のスコアを止めるというよりは、うん、要はそれぞれの2人から始まるプレーを自由にやらせないってことをとにかくメインターゲットにして挑みましたと、うん、で実際この2人に点は取られましたが、うん、それ以外の点はだいぶ削ることができた、特にペイントポイントもそうですしってことで、うん、だブレックスの方は、ね、ペイントで点取れなかったって言ってましたけど、うんうん、まあビーコルの方もペイントポイントは抑えたっていう感覚はあるみたいでしたね、うんうんうん、でそれ以外の部分もかなり削れたと、まあ、そういったところから接戦に持ち込んでたし、実際負けはしたけどチームとして全然悪くなかったと、うんうん、それを上回った宇都宮さんがすごかったんだっていうような言い方をしてました、うんうんうん、まあ、実際そう思いますけどね、うんうん、で相手のディフェンスがあのスイッチしてきたときに、うん、こちらでミスマッチ、まあ、こちらのビッグマンを起点としたプレーをできるかどうかってとこも見れてたんだけれども、うん、残念ながらそこでの決定率というのが期待していたものとは違う結果となってしまって、うん、まあ、これが最終的に結果を左右しちゃったんじゃないかなと、うん、うまくミスマッチは作れたんですけども、そこから得点が取れてなかったということになりますよね。うん、うんそうですね、そういう話がメインでしたね。でその話になると、じゃあその温めきた戦術っていうのはっていうところに皆さん突っ込むんですけど、うんうん、今回珍しくですね、うん、河村選手普段は出てて、うん、で河村選手を休ませるためにちょっと言い方良くないですけど、森井選手が控えとして出てきてつなぐって場面が多いんですよ、うん、でその森井選手はディフェンスすごいんで、うん、まあそこでディフェンスを強度して河村選手いないけども耐えてもう一回河村選手戻してっていうのが結構割と多い使い方だったんですけど、うん、今回あの2ガードで森井選手にボール運びをさせて、河村選手を2番ポジションに置いて、河村選手にどっちかというと攻撃に思いっきりこう、ゲームメイクはもうあの森井選手に任せて、河村選手思う存分アタックしてこいっていうようなそういう使い方をする場面があって、でやっぱ2ガードになるからそういう時って実はそのボールの周りも非常に良くて、うんうんうん、いいリズムを生んでたりとかしてたんですけど、うんうんうん、まあ、その辺なんかもそのうちの一つなんですかって言ったら、まあ当然そうだって話はしてましたけどね。で実際その時だったかな、うん、後半その 8-0 のランかなんかで1回4点差まで来たっていう、うん、そこに確か近い場面だ、そこの部分も確か入ってたと思うんですけど、なんていう部分もあって、うん、いうことでしたね、うんうんうん、で最後河村選手、やっぱりですね、河村選手に対するやっぱり記者の質問が一番多く、うん、長く、うん、実際彼の時間が一番長かったです、うんうん、でまあ河村選手、うん、まあ、総括として最初に、まあ、やっぱり、タイトル取れるチャンスを逃したのがやっぱすごく悔しいし、うん、まあ、相手のエースである比江島選手、ニュービル選手というのは大事な場面でシュートを決めきたと、それに対して自分は決めきれなかったっていうのが、まあ、この点数の差だったり負けた要因の大きな一つだと思うので、うん、こういった一発勝負で力を出し切れなかったっていうのが情けないし、チームメイトには申し訳ないという気持ちがものすごくありますと、うんうん、まあまあ当然負けた側のね選手なんで、うん、まあどうしても、まあ、ネガティブっていうんじゃないですけどね、うん、内容的にはどうしてもちょっとこう反省的な要素の多い話になってしまってるんですけれども、まあでもこの反省の仕方とか責任感の強さっていうのがものすごくて、うん、もう記者の人たちもはあっていう感じの彼のその話を聞いてしまうっていう雰囲気になってました、うん、まあこの年齢ですげえなというような感じで皆さん聞いてましたけどね。で河村選手には一番最初に私が質問できたんですけど、まあ、あのマークがいろいろ動きも読まれたりしてね、うん、あの厳しくどんどんなっていく中で、まあ、河村選手の心境としていいじゃんいいじゃんもっと来いよっていう、そのぐらいのこうメンタルでやれているのか、それとも今回高嶋選手にすごく当て疲れてたようにだいぶしんどく感じ始めてる部分っていうのもあるんですかという質問をさせてもらったんですけど、はいはい、
まあ、正直昨年から今年にかけてね、対策だったりディフェンスの自分に対するそのディフェンスの強度が強くなっていくっていうのは、うん、もうシーズン前から分かっていたことなので、うん、まあ、そこを乗り越えられるかどうかっていうのが、うん、自分の成長や進化のための一つだったと思うしと、うん、また僕だけでなく B リーグのレベルも毎年毎年あの外国籍の選手もレベルもそうですし、うん、B リーグ全体のレベルが毎年上がってるものだと思うので、うん、そういった環境の中で自分ができること、うん、まあ、つまりチームとしてボールを託されている時間外がすごく多いので、うん、まあ、だからこそあの結果に直結しやすいプレイヤーだと思うので、うん、自分自身がね、うんうんうん、だからこそ今日は本当宇都宮のディフェンスが素晴らしかったとは思うんですけど、うん、そこでシュートを決めきれなかったり、うん、ゲームメイクがうまくいかなかったりっていう時間帯があったんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん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 、でも僕としては楽しいですねと、うん、やっぱこういうレベルが高いところでプレーすることを望んでいたので、うん、それを日本で経験できているっていうのは、うん、あの素晴らしい環境だなと思ってます、うんうん、というお答えでした、うんうんうん、あとはなんか他の記者さんからの質問がいくつかあって、まあ、ボールをこう持ってる時間がこう長い中で、うん、こう自分自身でこうリズムを作る上で、うん、なんかこう気をつけてること感じてることっていうのがあったら教えてもらっていいですかなんていうような質問に対して、うんうんうん、まあ、今日だったら、まあ、シュートタッチがやっぱ良くなかった。確かに5分の0だったんでね。スリーポイント確かに入ってなかったです。だからこういうシュートタッチ良くなかった時に、ファウルをしっかりもらってフリースローで加点するってことだったりとか、しっかりとチームメイトを信じて、うまくリズムを作ってあげたりとか、まあ、チームを乗らせる方法っていうのは自分が得点するだけではなくて、まあ、いろいろな方法で流れを引き寄せることができると思ってるので、まあ、それはゲームの流れによっても変わってくるとは思うんですけどと、うん、まあ、試合は生き物で試合ごとにこう流れが変わると思うので、うんうん、まあ、自分が行くべきなのかチームメイトに託すところとかなのかをこう瞬時に判断することが大事かなと思ってますということでしたね。でそれを切り替えるタイミングとかについてっていうのが、うん、なんかどんな風に察知してるのかどうかなんていうことでしたけど、うん、まあ、チームメイトを信じることっていうのはバスケにおいて大切なことだと思うし、うん、1本外したからといってパスをしないっていうのもないし、うん、まあ、それがチームにとってグレートなシュートならばそれはやり続けることだと思うし、うん、チームメイトが外したとしてもそれがワイドオープンでしっかりと、まあ、いいシュートならそれは選択し続けるっていうことだと思うから、まあ、そこはぶらさずにやっていきたいなっていうことと、うん、で今日はチームとしてなかなかシュートが入らなかった時間帯っていうのがあった中で、うん、まあ、どうにかして加点しなくてはいけないっていうところは、うん、まあ、ファールをうまく有効活用したと、うんうんうん、まあ、1点でも点が入ればチームとして落ち着く時間帯っていうのが結構あると思うから、うんうんうん、まあ、そこでフリースローで着実に加点できたと、うん、まあ、実際13分の13でしたけどね、河村選手フリースロー、そこは良かった部分ではあったんですけどと、うん、ただそれ以上に大事な場面で1試合通じてエースである比江島選手、ニュービル選手がずっと決め続けた、で僕は決めきれなかった、うん、この差だと思いますと、うん、なるほど。で再三とにかくエースっていう言葉を使って、うん、自分が横浜のエースで相手のエースは比江島選手なり DJ の選手、もうとにかくこの差で負けたってことをすごい言うんですよ、うん、うん、もうエースの自覚もしっかり持ってはるよね、うん、そうですね。でまたその辺の部分に関する話もあるんですけど、うんうん、まあ、そのエースの差というふうにおっしゃってますが、どんなところにその差として感じてらっしゃるんですかと、うん、うん、であとはその、まあ、宇都宮が勝った時に、うん、まあ、その次に進むってことでこう集合写真を撮ってたんですけど、河村選手はベンチからじーっとその姿をこう見てたんですよね、うんうんうん、まあ、そんな時なんかもそう、どんな風にこう感じて見てらっしゃったんですかなんていうような、うん、そんな質問が出てたんですけど、うん、まあ、やっぱり一発勝負なんで、まあ、実力もそうなんだけれども、まあ、その日のヒーローみたいなものもこう出てきたりするものだと思うんですけど、うん、ポイントガードとしてそのヒーローを作り出せなかったっていう悔しさだったりとか、うん、あと自分自身がヒーローになれなかったし、うんうん、だから本当に優勝目指してたので、うん、やっぱ取れなかった悔しさ、うんうん、次は自分があの場に行くんだっていう、まあ、そういう気持ちで、うん、
見てましたと、うん、まあ、気持ちだけでは勝てない世界なので、うん、力の差、プレーの実力差があったと思うので、うん、もっと自分が成長しなければいけないと思ってると、うんうん、で実際力みとか勝たなきゃいけない力みや重圧、うん、プレッシャーが悪く作用しちゃったりとかそういうのはあったりはしたのでしょうかと、うん、そしたらプレッシャーはチームで乗り越えていくものだと思うのでと、うん、でもそれは別に自分たちじゃなく宇都宮ブレックスさんにもあったと思うし、うん、そこを乗り越えた宇都宮ブレックス、そしてそれを乗り越えたエースの比江島さん、うん、それに対して乗り越えられなかったチームというかは僕の責任、うん、僕の差だと、僕との差だと思う、うんうんうん、経験の差もあると思うし悔しい限りかなと、うんっていう話をされたので、今度別の記者の方がどうしてうち責めるつもりはないんですけど、どうしてそんなに自分に責任を感じてらっしゃるんですかと、うんうんうん、そしたらシーズン始まってから、うん、ヘッドコーチは、うん、僕を中心とした、うん、チームを今シーズン作ってくれたっていうふうに、うん、メンバーを見ても思っているし、うんうんうん、ヘッドコーチからも、まあ、そういった形でシーズンに入ったのでと、うん、だからこそ責任を持つべきポジションだと思うし、うん、責任を大きく持てるからこそ横浜に残った理由の一つでもあるのでと、なるほど、若いからこそこういった責任を持たせてくれるチームっていうのはなかなかないので、うん、そういった形で環境を作ってくださる、うん、その会社の関係者には感謝したいしと、うん、会社にまあ、かっこ天皇杯ではですけどね、うんうんうん、貢献できなかった、恩返しできなかったことについては申し訳ない気持ちでいっぱいですみたいな、まあなんて言うんでしょうね、会社からしてみたらこう部下にしたい、うん、そうですね、スポーツ選手ナンバーワンみたいな感じで川村選手将来なんかなっちゃうんじゃないかみたいな、ね、うん、なんかもうお手本すぎちゃってちょっとなんかすごいな、その年で自分の立ち位置とかをなんかそこに置かれている環境だとかさ、うん、それを支援している人間とかっていうのがよく見えてるんだね。そうですね、うん、すごいな、うん、じゃあだからエースって自分で逃げずに言わないといけないんだ。そうなんですよね。あ、いや、いい、そしていいインタビューしてるね、みんなつながってんね。そうですね、うん、面白いなこの話、うん、そうなんですよね、まあ、こういうことを聞いてた上で記事を見ると、うん、まあ、当然そのセリフとかやっぱ要約されてるのでね、うん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 、だからちょっとこの場ではちょっとなるべく、うん、詳細に録音したやつを文字起こししてそれをちょっと読み上げるような形に私も今話してますけど、素晴らしい、はい、うん、そうですね、まあ、あと、まあ、インタビューとかに関しては、まあ、そこまでなんですけど、うん、まあ、B コルの方は、その、河村選手が19ポイント、うん、うん、フリースロー13分の13、アシストも6ってことで、いつもほどじゃないんですよね、やっぱりね。うん。うん、あとは、まあ、外国籍の、まあ、控えで出てきてますけど、ユトフ選手が20ポイント取ってました。うん、あとはですね、うん、まあ、この試合に限ったことじゃないんですけど、最近調子がいいなと思うのは、うん、杉浦雄生選手ですかね、うんうんうん、まあ、ご存知の通り筑波大で馬場選手と同期で、うん、結構本当は2枚看板みたいな感じで大学生の時はかなり目立ってたものの、プロに入ってから全然目立たなくなっちゃって、うんうん、なんかいまいち全体的にいまいちでずっと来てたんですけど、うん、今年 B コルに来てからすごくいいんですよね、うんうん、大きいんだけどもその体あまり活かせずに、ただ大きい人がスリーポイントをただ打ってるっていうだけのプレイヤーになりかけてたんですけど、うんうんうん、今年 B コルに来てからはただ結構こう地味な仕事とか、うん、大事な場面で流れを呼び込むリバウンドを取りまくったりとか、でいい時に困った時に限ってスリーポイントをちゃんと決めてくれたりとかっていうようなね、なんかいい感じで働いてるなっていう感じがするのと、うん、あとは河村選手のね、先ほど申し上げたようにの休ませてる間に、なんとかゲームをつなぐような役割になりかけてたその森井選手っていう、うん、この選手なんですけど、うん、森井選手って、うん、ちょっと誇張されてる部分もあったんですけど、ノンシューターって印象が非常に強くて、
だある時これ青木ヘッドコーチがちょっとその記者会見の場でもちょっと細かい話をしてる時に出てきた内容としては、ある試合で去年なんかは、うん、森井選手のそのマークマンがかなり遠くまでヘルプ行っちゃってるっていうことが結構多かったですね、うん、要は森井選手が打たないから、打たないからね、うん、一回極端な例は去年かなんかで、うん、森井選手がトップの方にいるのに、うん、森井選手のディフェンスのカバーが、うん、ゴールの真下まで行っちゃってる時とかあったんです、なんじゃこりゃぐらいの、うん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 、極端な話し、あのそんな相手がそんなことをしてくるぐらい、うん、もう全然もう完全ノーシューターっていうような、そういうような場面もあったんですけど、うん、でもアーケードコーチは彼のことをそんな風には全く思ってなくて、まあ、今回のこの試合は0点だったんですけど、まあ、実際は今年は割と大事な場面でシュート決めてくれたりとか、うんうんうん、そういう場面もあるし、うん、あと森井選手が今回ゲームに入ってる時にすごくいいスチールしたりとか、うん、ディフェンスの強度がやっぱチームとしてすごく上がるので、うん、まあ、ある意味今年はそういった部分も武器としてもっと生かしていこうっていうような感覚はあったみたいなんですよね、うん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 、で実際森井選手が入った時にさっき入ったようなその 8-0 のランとかがあって、うん、ボールもよく回ってで、チームがいい状況を作れたりした場面っていうのが結構あったりとかですね、そうですね、あとちなみに田中チカラ選手が今 B コルにいるんですけど、今回 DNP だったみたいね、そうですね、やっぱ実際出れてないですね、なんかね、要因が何なのか分かんないですけどね、川村選手に森井選手っていうともう次の3番目の選手ってなかなか出せないっていうのもね、チーム編成上あるのかもしれないですよね、あとはこのシーズンの途中から急に入ってくる選手っていうのはやっぱり何かしらこういう場面だったらもうスタメンの選手も脅かすぐらいの何かを持ってないとなかなかっていうところあるのかもしれないですね、あと注目のカイソット選手がね、あの横浜ビーコルセアーズに入ってるんですけど、今回怪我で出れてないっていうところもあって、カイソット選手がいたらまたどんな展開になってたのかななんて想像するのも楽しかったりはするんですが、っていうところで、なので宇都宮ブリックスは今度は千葉ジェッツと、セミファイナルを戦うことになります。以上ですかね。まあ、あとは、まあ、ちょっとこの試合じゃないんですけど、同じ日に、川崎対長崎のもう1試合のクォーターファイナルも行われてたんですけど、この試合はすごく接戦だったらしく、64対62で、かろうじて川崎ブレイブサンダースが勝ちましたと。で川崎、ただピンチなのは、ファジカ選手が今年で引退を決めてるんですけども、そういった中でもファジカ選手、当然チームの中心として働いてたんですが、あの怪我でですね、しばらく出れないんですよね。いつ復帰かもまだ発表されてない。そういう中での新勝っていう感じだったんで、まあちょっと次どうなるかなってところはありますけどね。代わりに出たロスコ・アレン選手頑張ってたみたいね。記事になってましたね。なんかロスコ・アレン選手ってなんか優秀な大学出てる方で書いてありましたね。あと言葉の壁がなんとかとか書いてありましたね。英語圏じゃないからなのかな、わかんないけど。ハンガリー出身の選手って言ってたかな。そしてロスカレン選手が25点取っていると。ピンチだね、確かにこれ。そうですね。ただ宇都宮ブレックスがね、今回そのギャビン選手が出れない中で他の選手がいい感じで活躍してくれてるみたいな感じでね、どこのチームもやっぱり怪我はやっぱなかなかこう回避できないようなシチュエーションだと思うんですけど、試合の数とかいろいろ考えるとね、まあ、そんな中で今日から始まるオールスター欠場選手がどんどん出てきて、なんだかいろいろ波紋を呼んでますが、まあそうですね、うまくこう控えでこの時こそチャンスだっていう選手がこう、ね、出てくるとまた面白くなるのかなと思いますけど、はい、まあ、とりあえずあの熱い試合を見れてよかったです。あの横浜対宇都宮、いいね、はい、記者会見も本当に来てて面白かったですし、ファイナルはセミファイナルファイナル、行けたら行きたいなとは思うんですけどね、去年はファイナルは行ってますんで、なんとかファイナル行けたらいいなと思ってますけどね、また行った際にお願いします。
以上ですね。ありがとうございます、はい、さて皆さんもここでしか聞けない、モン吉の取材だったり、こぼれ話みたいなところをたくさん聞いてみましたが、いかがだったでしょうか、637回目、本日お送りしましたのは隊長とモン吉でした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。